アドレスレゾリューションプロトコル。アドレスレゾリューションプロトコルは、与えられたインターネット層アドレス。一般的には、IPv4 アドレスに対応する、リンク層アドレス、MAC アドレなどを発見するために使用される通信プロトコルである。この対応付けは、インターネットプロトコルスイートにおける重要な機能である。ARP は、1982年に RFC826。 インターネット標準 STD37 で定義され、その後 RFC5227、RFC5494 により内容のエンハンスが行われている。ARP はネットワーク層技術とデータリンク層技術の様々な組み合わせで実装されている。IEE800、e、に標準を使用した IPv4 ディークネット及び FDX25 フレームリレー、ATM などである。IEE802.3、e、イーサネット及び IEE802.11、e、無線乱上の IPv4 が最も一般的な使用法である。IPv6 ネットワークでは ARP の機能は i c o o 付録の近隣探索プロトコルによって提供される。ARP はであり、メッセージがリンク層プロトコルによってカプセル化される。 単一のサブネットワークの内部のみで通信され、ルータを超えてルーティングされることはない。この特性のため、ARP はインターネットプロトコルスイートのリンク層に配置される。ARP は一つのアドレスのみの解決要求、または応答を含む単純なメッセージフォーマットを使用する。ARP メッセージのサイズはリンク層とネットワーク層のアドレスサイズによって異なる。メッセージヘッダーで 各層で使用されているネットワークの種類とそれぞれのアドレスのサイズを指定する。メッセージヘッダには要求1と応答2のどちらかであるかを示すオペレーショングコードが含まれる。パケットのペイロードは送信側ホストと受信側ホストそれぞれのハードウェアアドレスとプロトコルアドレス、計4つのアドレスで構成されている。イーサネット上で実行されている IPv4。 ネットワークの場合のアップパケットの構造を次の表に示す。この例ではパケットには送信元ハードウェアアドレスと送信先ハードウェアアドレス用の48ビットフィールドと対応する送信元プロトコルアドレスと送信先プロトコルアドレス用の32ビットフィールドがある。この場合のアープパケットサイズは28バイトである。アッププロトコルのパラメータ値は インターネットアサインドナンバーズオーソリティによって標準化され維持されている。ARP のイーザータイプは 0X0806 である。これはイーサネットヘッダ内で使用されてペイロードが ARP パケットであることを示すものでありカプセル化される ARP パケット内に含まれる P タイプと別である。送信元は送信元の IP アドレス MAC アドレスと 送信先の IP アドレスを格納したアープリクエスト、送信先の MAC アドレスは、オールレイをブロードキャストで送信する。アープリクエストを受信した格納度は、格納された送信先、IP アドレスが、自身の IP アドレスと同一であれば、自身の MAC アドレスを格納したアープリプライを送信元に返信する。効率を上げるため、 多くの機器では一度取得した IP アドレスと MAC アドレス間のマッピング情報を ARP テーブルに ARP キャッシュとして保持する。BSD Unix に由来する TCPIP スタックを実装した機器の多くはタイムアウト値として1200秒20分を採用している。またシスコの機器ではタイムアウトのデフォルト値として14400秒時間を採用している。 キャッシュ情報は TCPIP がサポートされた Windows であれば、コマンドプロンプトから ARP へと入力すれば一覧が見られ、キャッシュ情報はハイフンで分割された6つ16、真数で表示される。ARP プローブとは、送信者 IP アドレスをオール例にした ARP リクエストである。この用語は IPv4 アドレスコンフリクトディテクション。 IPv4 アドレス競合検出仕様で使用されている。この仕様を実装しているホストは IPv4 アドレスの使用を開始する前に手動設定 DHCP またはその他の手段で IP アドレスを受信したかどうかに関わらず ARP プローブパケットをブロードキャストで送信してアドレスがすでに使用中かどうかを確認する必要がある。ARP は 単純なアナウンスプロトコルとしても使用できる。これは送信者の IP アドレス、または MAC アドレスが変更された時に他のホストのハードウェアアドレスのマッピングを更新する他に使用される。このアナウンスメントはグラトゥータスアープメッセージとも呼ばれ、通常送信先、ハードウェアアドレスをオール例に設定し、送信元プロトコルアドレスを 送信先プロトコアドレスに格納した ARP リクエストパケットでありブロードキャストで送信される。また送信先アドレスと送信元アドレスの両方に送信元アドレスを格納した ARP リプライをブロードキャストで送信したものも ARP アナウンスメントとして使用される。グラトゥータス ARP は ARP リクエスト ARP リプライのどちらも規格に規定されている正規の手法であるが ARP リクエストを使用する方が望ましい。デバイスによっては、どちらかの DARP を使用するように設定されているものもある。ARP ア,アナウンスは、応答を求めることを目的としていない。パケットを受信した他のホストに対し、ARP テーブル内のキャッシュエントリーを更新させることを目的としている。ARP の規格では、ARP テーブルがアドレスフィールドから更新されるときのみ、 オペレーションコードを解釈することと規定しているので、オペレーションコードは要求と応答のどちらでもよい。多くのオペレーティングシステムは起動時にグラトゥータスワープを実行する。これは仮に電源を落としている間にネットワークカードが変更されていた場合に他のホストのアープキャッシュテーブルに IP アドレスと以前の MAC アドレスとのマッピングが残っていると問題が起こるためである。 アップメディエーションとは接続した回線で異なるアドレス解決プロトコルが使用されている場合、例えば一方の端がイーサネットでもう一方の端がフレームリレーであるような場合、バーチャル、プライベートワイヤーサービスを介して、レイヤーにアドレスを解決するプロセスである。IPv4 では各デバイスはローカルに接続されているデバイスの IP アドレスを検出し、 その IP アドレスを対応するリモートペデバイスに配布する。その後、各ペデバイスは、リモート CE デバイスの IP アドレスとローカルペデバイスのハードウェアアドレスを使用して、ローカルのアープリクエストに応答する。IPv6 では、各ペデバイスはローカルとリモートの両方の CE デバイスの IP アドレスを検出し、次に、ローカルの近隣探索パケットと、 客近隣探索パケットを代行受信し、それらをリモートペデバイスに転送する。インベルセアドレスレゾリューションプロトコル、インベルセアープ、イナープはデータリンク層、レイヤにアドレスから他のノードのネットワーク層アドレス、IP アドレスなどを取得するために使用さる。これは主にフレームリレーや ATM で使用される。これらのネットワークでは 仮想回線のレイや2アドレスは、レイや2シグナリングから取得されることがあり、その仮想回線を使用する前に対応するレイや3アドレスを使用できるようにする必要がある。ARP はレイや3アドレスをレイや2アドレスに変換するので、INARP はその逆と表現することができる。INARP は ARP のプロトコル拡張として実装されている。ARP と同じパケットフォーマットを使用するが、 オペレーションコードは異なる。リバースアドレスレゾリューションプロトコル、リバースアップ、ロップは、イナープと同様に、0や2アドレスを、0や3アドレスに変換するために使用する。ただし、イナープでは、要求側は別のロードの0や3アドレスを紹介するのに対し、ロップはアドレス設定の際に、要求側自体の0や3アドレスを取得するために使用される。ロップは、 現在ではほぼ使用されていない。ロップはブートップに置き換えられ、ブートップも後に DHCP に置き換えられている。ARP にはネットワーク上の ARP リプライを認証する方法がなく、ARP リプライは必要な例やにアドレスを持つシステム以外のシステムから送信される可能性もある。プロキシ a r p はネットワークの設計の一部として他のネットワークに ARP 要求があった場合に、ルータがホストに代わって回答する仕組みであり、ナット環境下において使用される例が多い。これに対して、ARP スプーフィングは、そのシステム宛てのデータを傍受する目的で、別のシステムのアドレスに対する ARP リクエストを応答するものである。ARP スプーフィングを使用して、悪意のあるユーザーが、ネットワーク上の他のユーザーに対して、 中間者攻撃や DOS 攻撃を行う可能性がある。ARP 自体には、このような攻撃からの保護方法は提供されておらず、ARP スプーフィング攻撃を検出して対策するための様々なソフトウェアが存在する。それぞれのコンピュータは、例や3アドレス、IP アドレスなどと、例や2アドレス、Ethernet MAC アドレスなどのマッピングのデータベースを維持する。これは、主に、 ローカルネットワークリンクからの ARP パケットの受信によって維持されることから、このデータベースは一般に ARP キャッシュと呼ばれる。伝統的には、性的な設定ファイルや一元管理されたリストなど、このテーブルを管理するために、他の方法も使われていた。少なくとも1980年代以降、ネットワーク接続のできるコンピュータは、このテーブルを表示したり操作したりするための、 ARP というユーティリティを持っている。ネットワークカメラやネットワーク配電装置などのユーザーインタフェースのない組み込みシステムでは ARP スタッフィングを使って初期ネットワーク接続を行うことができ。ただし、この仕組みは ARP は関係ないので、これは不適切な名称である。ARP スタッフィングはコンシューマーデバイスのネットワーク管理、特に イーサネットデバイスの IP アドレスの割り当てにおける以下のような問題の解決策である。採用された解決策は以下の通りである。ARP スタッフィングを使用するデバイスは通常攻撃に対して脆弱であるためデバイスが正常に動作している時はこのプロセスを無効にする。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。